谷崎潤一郎役源氏物語その第77回花散る里。我から求めて人に知られぬ物思いをなさることは今に始まったことではないのでしょうけれども、こんな具合に一般の世の中のことにつけてさえ煩わしくて気苦労なことばかりが増えてゆきますので、なんとなく心細く、なべての浮世が嫌におなりになりながら、さすがに残り惜しいことも多いのでした。霊慶殿と申した御方は、巫女たちも終わりにならず、亡き院が崩御遊ばしてからはいよいよ気の毒な御有様にならせたまい、ただこの大将殿のご庇護を受けて暮らしていらっしゃるらしいのです。その御妹の三の君とはうちあたりでふと仮初めにお会いなされましたことがありましてからは、例のご性分なのでさすがに忘れてもおしまいにならず、そうかといって格別のお扱いもなさいませんので、先では随分気をもまされていらしたらしいのですが、この頃世の中の哀れさについてあらゆることをお考えになりますくさぐさのうちに、そのお方のことも思い出したもうとこらえにくくおなりなされて、さみだれの空が珍しく晴れた雲間にお渡りになります。何ほどのお供回りもなく、目立たぬようにしてお先払いなどもさせず、忍んでお出かけになるのでした。中川のあたりをお通りになりますと、ささやかな家の木立などが風情ありげに茂っています奥から、よくなる層のことに吾妻事を合わせてにぎやかに弾いているのです。お耳に止まりましたので、道に近いところですから少し三車から顔を差し出して覗いてご覧になりますと、風が大きなかつらの木の若葉の香りを吹き送ってきまして、葵祭りの頃のことが忍ばれたまい、あたりの様子がなんとなく趣がありますのに、そういえばたった一度来たことのある宿であったとお心づきになりますと、富に環境がお飽きになります。あれから久しいことになるので、覚えているかどうであろうと気が引けながらも、素通りもしかねてためらっておいでになります。堀からホトトギスが鳴いて行きました。さもこの宿を訪れたまえとそそのかし顔なので、三車を押し返させて例のこれみつをうちへお使わしになります。お近寄りえぞ忍ばれぬホトトギス、ほのかたらいし宿の垣根に、神殿とおぼしい建物の西の端に女房たちがいるのでした。かねて聞き知っている声でしたから、まず咳払いをして様子を見てから御消息を伝えます。中には若い人々が大勢いる気配がして、誰からだろうといぶかっているらしいのです。ホトトギス、こと問う声はそれなれど、あなおぼつかなさみだれの空、わざと空とぼけているのであろうと思いまして、よしよし上し垣根もですかとそう言って出てきますのを、女は一人心の内で物足りなくも残念にも思うのでしたが、もう外に男ができているとすれば慎むべきことですし、それが当たり前でもありますから、さすがにこれみつも引き下がります。意味はこういう身分のものでは、あのつくしのご世知の舞姫こそなかなか可愛らしかったがと、まず第一にお思い出しになります。どんな相手の場合でもお心の休まるいとまがなくてご苦労なことです。こういうふうに一度でもお会いになった女の情けは年月を経てもお忘れにならないのですから、それがかえって多くの人々の物思いの種になります。目指す御方の御殿へおいでになりますと、推量しておられた通り人気もまれにひっそりとしていらっしゃる御有様なので、大層哀れなのです。まず女房の御方で昔の御物語などをなさいますうちに夜が更けてきました。
20日の月が差し入れますと、竹の高い木立の影がひとしおを暗く見え渡って、軒場に近い橘の香りが懐かしく匂ってきまして、女房の御気配は年は召されましたけれども、あくまでたしなみがあって上品に可愛らしいのです。亡き院がおいで遊ばした頃はそう際立って華やかなご寵愛こそありますなんだけれども、気の置けない懐かしいお相手にはおぼしめしていらしたものをなどと思い出してお話をなさいますにつれて、昔のことが次々に忍ばれたもうてお泣きになります。おとといすがさっきの垣根のでしょうか、同じ声で泣きます。自分の後を慕ってきたのかとお思いになるご様子も変なのです。いかに知り手かなどと忍びやかに吟詠なさいます。橘の顔懐かしみおとといす、花散る里を訪ねてぞと、過ぎ去った月日のことが忘れられない折の慰めには、やはりこちらへお伺いいたすべきでございました。全くこうしておりますと、紛れることもまた悲しみの数添うことも限りなくたくさんございます。人は誰でも時の勢いに従うものでございますから、昔話を語り合う相手も少なくなってまいりますのに、まして近頃のつれづれを慰めがたくおぼしめしていらっしゃいますのでしょうと聞こえ上げたもうても、今さらせんない世の中なのですが、しみじみとものを思い続けていらっしゃいます見景色の浅くないのも人柄のせいでしょうか、ひとしお哀れがそうのでした。一目なく荒れたる宿は橘の花こそ軒の妻となりけれと仰せられただけなのですが、何と言っても他の女とは大層違っていると思い比べられたものです。西表の御方へはわざとでないように忍びやかにお渡りなされて、お部屋をお覗きになりますのが珍しい上にも、よそには見慣れぬお姿をしていらっしゃいますので、女君も恨みを忘れたことでしょう。なんやかやと例の細やかにお物語をなさいますのも、まんざらお口の先だけではないのでしょう。かりそめにもお会いなされる方々は皆なみなみの人ではなく、さまざまの点で取り柄がないとお思いになるのはないからでしょうか。互いに愛想よく、ご自分の方からも女の方からも情けを交わしつつお過ごしになるのでした。中には途絶えがちでいらっしゃるのをつまらなく思って、とかく離れてゆくようなのがあるとしましても、それも当然の世の習いであると悟っていらっしゃるのです。さっきの垣根の家などもそういうふうないきさつから心変わりをしてしまったあたりなのでした。花散る里、読み切り、谷崎潤一郎役、源氏物語、その第77回、牧野一、読み切り。